はい、どうもお疲れ様です。今回はですね、家族、支え合うべき家族が実はリスクになるんだよっていうふうなお話になってきますね。今回の例は年金生活をしている70代の夫婦です。このご夫婦には40代のお子さんがお二人いらっしゃって、まあ順調に成長して社会人になったんですが、長男はプロのミュージシャンを目指していて、まあ20歳半ば、26歳で挫折して、それ以来やっぱね、音楽にかけるその世界観が受け入れられなかったことから精神的ダメージを食らってしまって、まあ実質に閉じこもって40までいてしまったということですね。で、長女の方はそれよりもちょっと年上なんですけどもね、国際結婚したらしいんですけども、まあ旦那さんに浮気をされて、その後離婚、まあその精神的ダメージで、まあ帰国後にね、働けない状態になっちゃったってことなんですよね。で、今回の主人公たる年金暮らしのご夫婦には、まあ老後ね、ゆっくりと暮らすための3500万の貯蓄を、本当にお子さんお二人を育てながらね、なんとか貯め切ったわけですけども、まあこうやってね、言ってみれば勝手に挫折して社会に出たのに、勝手にゆっくりと暮らそうと思ってる老夫婦のところへね、親孝行しに来るんではなくって、またお荷物になりに来たというふうな形ですよね。まあでも本当お二人とも気の毒な経緯っていうのはあるんですけども、それでも自力で生きていかないといけないのが、まあ、人間のね、まあ、悲しいさがなのかもしれませんけども、こうなるとね、優秀な家族を持った人は楽で安泰で3食昼寝付きでいいんでしょうけども、足を引っ張るようなね、まあ、家族ができちゃうと、まあ、ひどい目に遭うなってことですよね。家族なんで無下にもできないですね。で、まあ、言ってみればこういう場合、やっぱ守ってあげたいっていう気持ちと、働けないんだからしょうがないんじゃないかよっていうふうにごねる子供たちっていう図もできちゃいますし、まあこれがね、やっぱこう、まあ親子の関係でもそうなんですけども、まあ時にはご夫婦の関係でもね、もう結構どっちかが足引っ張っちゃうよみたいなことで、まあ壊れていく家庭もあるでしょうしね。やっぱ家族ってのは基本的に協力してやっていかないといけないですし、自分がいることによってやっぱ自分以外を支えていく、ワンフォアオールの精神がないと、なんか難しいと思うんですよね。まあでもね、今の時代弱者に味方しないと怒られそうなんで、私も表現を気をつけないといけないんですけども、弱者救済の手っていうのはこの国にはしっかりとしたものがあって、まあ、生活保護をはじめね、メンタルケアっていうのもありますけども、残念ながらね、自力でやっていける人には何ら手助けはないんですよね。どっちがだから DV なのかなって考えた時に、まあ、結構ね、先に能力を持った人がいつも割り送っちゃうとか、皆さんにも経験がないですかね。なんか用意どんで、何かに取り組んで、一番最初にできた人とか、一番最初に理解した人とか、一番最初に自分のノルマをこなした人が遅れた人を手伝うっていう風なね、まあ、そういう風な同調圧力とか、まあ、職場とか学校のルールがあって、一番最初に優秀になった人が一番ね、いろいろとやらされるみたいなことがね、あるんじゃないかなと思います。まあ例えで言うと、学級委員なんてなろうもんだったら同じ生徒の立場で平等なはずなのに、いつもやり玉に挙げられて責任を取るのは学級委員とかね、生徒の不祥事は学級委員と、先生に怒られるのは学級委員と、おい学級委員誰だこのクラスはみたいなね。で、学級委員がなんかね、ちょっと失敗すると学級委員のくせにとかになるんですよね。で、ちょっとグレたやつがね、みんなの見てないところでワンちゃんに餌とかやると、あれ結構あいついいやつじゃんみたいな感じで、なんかね、その1対1の見方と集団対1人の見方ってだいぶ違ってきて、しかも、なんかそこにね、本当の、まあ、救済しないといけないような立場の人と、本当は救済するべきではないんだけども、いわゆるね、これは誰の言葉でしたっけ、高市総務大臣の過去の発言ですけども、弱者のふりをしてもらえるものは何でももらうというさもしい人っていうのがね、増えると本当にやっていけなくなっちゃうんですけども、これ本当の弱者か実は偽弱者なのか分かりませんけども、どっちかというと今この国にはね、そういう人が増えてしまったと、特にロスジェネという私の世代にはかなりいるんですよね。だからね、なんかこう弱者を主張されると、もう追い打ちをかけるわけにもいかないですし、気に入らないけども助けていかないといけないっていう風なね、なところもあるし、やっぱこういろいろと
まあ、不具合はあっちこっちに起きてると思うんですよね。うん、なんか片っぽではね、やっぱこう強いものが弱いものを助けてやらなきゃどうするってことになったりとかする気持ちもわかるし、だからといっていやお前男だろうが女子供は守ってやるよって言ったらジェンダーフリーだとか言ってからね、どうすればいいんでしょうかって話ですよね。まあ、ちょっと話大きくなりましたけども、ちょっと話ね、今回の件に戻ると、プロを目指した長男は26歳で挫折、以来15年間も無気力状態でね、うん、でもプロを目指して挫折するミュージシャンって山ほどいて、みんなが無気力になるのかなってことを考えると、ミュージシャンじゃなくても挫折するとこうなっちゃう可能性がね、うん、なんか一定数考えられるんだろうなというところじゃないですかね。まあでもプロになる、うん、止めてあげた方が良かったですかね。この長男40歳は高校卒業後音楽系の専門学校に進学して、在学中に知り合った仲間と5人でバンドを結成、プロを目指してバンド活動を行ったと。で、長男は小さなライブハウスを中心に活動するほか、オーディションにも挑戦するなど精力的に音楽活動してきたそうである。そんなバンドの活動もプロには届きさない現実が長く続くと、バンドの仲間が就職を考え始めた。これはね、私の経験で同じですね。どちらかというと私の方がね、真っ先に就職を考え始めたんですけども。そして26歳の時にバンドは解散。26歳でバンドを解散きついですね。やっぱね、事務所に所属して1回でもデビューしたっていうならあれですけども、単なる無名のまんまバンドは解散。バンド活動終わってからの長男は無気力になり、なんで無気力になるんですかね。バンド活動解散してもまたメンバー集めればいいような気がするんですけども、要するにバンド活動自体もあんまり気力がなかったというふうに解釈できちゃうんですよね。まあ、こうやったらね、なんかまた弱者いじめだとか言われそうですけども、いじめじゃなくて現象を言ってるだけなんですけどね。1日の大半を自室で過ごし、外出もほとんどしなくなった。それから15年以上の時が経ったが、働けない状態は継続している。そんな江川家に別の問題が発生し、今回の件になったということですね。高橋さんの年金額、これ老夫婦の年金額ですけども、190万年間で、奥さんが76万、世帯の貯蓄が3500万と。家は12年前に建てて、まだ支払い中のローンがあるのかな。で、長男の国民年金保険料は親が支払い中。まあこれはね、親が支払っちゃうよね、やっぱりね。結局その国民簡易保険って全員が加入してるんですけども、結構自分で払ってない人が多いんですよ。なんか他の人が2人分3人分払ってるような例がね。まあ、これも本当にジェンダーフリーなんでしょうかと思っちゃいますけどね。で、アメリカ人と離婚した長女は帰国することになったということで、長女の方が43歳なんですよね。で、8年ほど会社員をしていたんですが、その後知り合ったアメリカ人と結婚、まあでもアメリカに渡って離婚して、で帰ってきたと。で、夫の浮気で裏切られたショックから精神的にかなり不安定な状態ということですけどね。で、慰謝料を請求しているけども、慰謝料も入ってくるかどうかわからないってこと。まあなんかこう、よくある話といえばよくある話なんですが、よくある話であってほしくないなという気もしますね。で、お父さんお母さんの今回の70歳のね、江川さんなんですけども、現役時代は月に50万以上の手取りがあったことから、長男から要求される前に小遣いを渡していたと。現在も一月2万5000円、年間で30万ほど渡していると。で、このお金は、その気力をなくした息子さんのゲームやタバコ代に消えているということですよね。で、ここでですね、やっぱりゲームをしている人が二束三文に思われる原因っていうのは、こういう人が親からもらったお金でやっちゃってるからでしょうね、きっと。で、まあゲームをしてね、そこにマーケットがあるんで一旗あげるって言ったらあれですけども、ただ人生の残り時間をゲームに費やしてるだけということで、完全に消費されちゃってるわけなんですよね。仕掛けられちゃってるっていうかね。で、まあお父さんもね、長男にたびたび働くように促してはいるんですが、でもベッドがあり屋根がある、そして3食昼寝付き、小遣いはくれるっていう環境から、自ら夢中ってね、厳しい厳しい労働環境に身を投じる人はあんまりないですよね。だから誰かに養われてると結局こういう風な人間になってしまうんですよ。なんかこの中学生高校生がね、自分の授業料をバイトで稼ごうなんて思わないわけですよね。で、それが20代になっても30代になっても40代になっても
なんか知んないけど、まあ自分の身の回りの銭はなんとか作るけども、それ以外はなんか知んないけど誰かが払ってるわみたいな状態になっちゃうんですよね。そっからね、じゃあ自分も例えば家賃を払おうかとかね、電気代を安分しようかとか、インターネット Wi-Fi 代金払おうかっていう風にやっぱ自ら言い出す人は少ないですよね。で、13年前の定年退職時には退職金を含めて貯蓄が6000万以上あったが、その後いろいろあって3500万になったというのがキャッシュフローということで書かれていますね。もう3500万ではちょっとこのお二人70代のご夫婦ですらちょっとやっていくのは難しいんじゃないかなと思うところに、ただ単に金を食らうだけの子供たちが2人帰ってくるわけですから、どんなに契約書も足んないですよねって話ですよね。で、自らの貯蓄額にやっぱ責任を持っている今回のご両親はね、それはそれはこのままじゃやばいと思って、さすがにもう自分のことから自分でしてくれと40代のこの息子さんや娘さんに勧めるんですけども、息子さん娘さんはね自動的に暮らせるわけですから、この甘い暮らしを手放すわけないですよね。しかも自立しようと思ってももうね、その気がなくなっちゃいますよね。社会はこうやって言ってみれば引きこもりですか、引きこもりをした人を受け入れるようにはできてないんで、使えるものは使えるけども使えないものは使わないっていうふうになっちゃいますん でこの話聞いてひどいなっていう人がいたらね、あなたが雇ってくださいよ。本当できないですよ結局は。人のことはね指さすけども、じゃああなたには何ができるんですかって聞いた時に結局何もできませんっていう話なんですよ。要するに自分のこと以外は無関心なんですよ。これはね家族間でもそうなんですよ。自分のこと以外は結構無関心で、まあしょうがないんですけどね、やっぱり一人一人独立した人生を送ってますから、まあ、今回もね、かなり際立ったことであるんですけども、まあちょっとロスジェネ世代ということはないですよね。今回ロスジェネからちょっと外れてるような気がするんですが、まあでもロスジェネ予備軍みたいなとこですか。ロスジェネ世代はね確か明確な定義はないんですけども、あでもこの人たち入んないな全然。甘く見て45歳までですよ今令和4年の12月にして。甘く見て今45歳ぐらいまでの人はロスジェネと言っても差し支えないけども、そっからあとは結構ね就職有利になってきた時代ですからね。有効求人倍率も復活して、それこそ、まあ、私なんてロスジェネ真っ只中ど真ん中ですけどね、もう上から見ても下から見てもど真ん中の昭和47年生まれですけども、あと5年自分がタイミングずらしていたら、うわいい時期だったのかってすごく悔しい思いしましたよ。なんか入ったかな。まあちょっとこの辺にしときましょうか。すみません、私笑ってませんから、はい、以上です。